はい、こんにちは、セーラン教育講師の畑野です。よろしくお願いします。今回は奈良時代3回目です。長屋王と藤原氏の政治ということでお届けします。はい、前回奈良時代2回目の内容は覚えていらっしゃるでしょうか。藤原の不人、この人は、父親は誰かというと藤原の鎌足、要するに長富の鎌足ですね。そしてこの藤原の不人がどういった政治をしたか、例えば平城京の遷都と言いますね。それから作ったお金の名前思い出せるでしょうか。答えは和道開珎ですね。この字ですので間違えてこっちを書かないようにというお話をしました。それからあとその和道開珎を流通させようとして、出した法令、畜生所異例、お金を貯めた人には一回を授けますというのもありました。あともう一個大事なのが養老律令の制定、718年です。ただ前回も言ったかと思いましたが、養老律令は今制定だけであり施行はされてないんです。施行っていうか、まだ使い始めてはいないんですね。それが長屋号不人のもう一回あとですね。実は757年にならないと使われ始めないとっていうのも。これ718年に作って不人が720年に、亡くなりますので、すぐ亡くなってしまって使う前に世を去ってしまったんですよね。でかつ、ここからが今日のお話なんですね。というわけでまず女性の元明天皇の時代、藤原不人が政治をしていました。ところが720年に死んでしまいました。でその後は実は長屋王ですね、これ左大臣が政治をします。でここの会議はですね、奈良時代1回目でまとめの方をしてますので、それをご覧になった方はちょっと頭から思い出してほしいんですけども、藤原さんがやるとその次を藤原じゃない人がやり、またこれ長屋王が亡くなると次藤原さんがやるっていうふうに、藤原と藤原じゃない方がこう交互に政治をしていけますので、それを基準にこう覚えていってください。というわけで長屋王の政治です。大きく言うと土地政策が中心です。なぜそういうふうになるか、背景です。不老逃亡が増加しました。これ何でしょう。逃亡ってまあ同じような通りです。不老も同じようなものです。この時代その区分田といって、これあなたが耕しなさいよって渡される田んぼがあります。しかしそれは本当に耕すこと自体も大変ですけど、税の負担があるんですね。で、それに耐えきれずに、まず逃げてしまうと。そうすると耕し農民がいないので、その田んぼが手入れがされるように上げていきます。プラス人口増加が起こっていたので、もう両方の理由から区分田がもうすごく、足りない状況になると。なので長屋王さんはこの顔ですけど、区分田を増やしましょうということを考えます。で2つの政策をするんですけど、まず1つ目、100万町部開墾計画。はい、これは100万町部という、部っていうのが単位なんですけど、その面積の100万町部の、土地の開墾をし、区分田にしましょうという計画を打ち出すわけですけど、例えば自分たちが農民だとして100万町部開墾にしましょうと言われて、開墾するかというのを考えているんですね。で、開墾をもししたとして、開墾したら誰が耕すか、農民です。で、その取れた作物全部もらえるわけじゃなくて税を払えって言われます。ということでメリットはないんです、農民にとって。なのでうまくいきません。で次、2番三世一新の方です。じゃこちらのお話を少し詳しくします。はい、三世一新の方、名前の通り三世と一新の方です。2つに分かれています。まず一新というのは、一代ということなんですけど、これが、それから三世の方が三代の方です。この違いがあります。何が違うか、田んぼを作るにはもちろん土地がいるんですけど、稲がちゃんと育つために水が必要です。なので、その水を引き込むための溝とか、池とかっていうのがいるんですけど、それをもともとどっかにあった溝とか池のある場所を使って田んぼを作った場合、それの方が簡単です。なのでそう言って開墾した場合は、その人一代に限り私有してもいいですよというものです。一方、この溝や池も含めて全部、その田んぼの設備全部を開墾して作った場合、これは3代、その人の代の、その人とその人の子供、その子供の3代にわたって、土地を使っていいですよというものです。そ
そうすると、まあ、3代目までは自由分の土地になるので、先ほどのこの100万兆部売根計画、これよりはメリットがあり、比較的うまくいったんですけど、これも実はやがてですね、3代目ぐらいになって、例えば自分のおじいちゃんの開墾してくれました、でお父さんの代も使いました、それで自分は孫の代です。だけど例えばもうそうですね、30歳とか過ぎてて自分の子供はいるんだけど、その子供にはこの土地はあげれないわけです。ってなると正直ちょっと手を抜きたくなりませんかね。ということで、その頃になるとまた効果が薄れてきて、今度はそれは中学校の歴史で聞いたことあると思います、743年、本殿永年私財宝、私財宝で、今度はずっと例外はありますけど、今度は永年永久に私有していいですよという法を出すことにより、この区分税不足を解消しようと、そういう法が出てきます。はい、というのが三税一新の方です。というふうに土地政策をしていくんですけど、長屋王は実は長屋王の変が729年、そこで自殺に追い込まれます。誰によってそうさせられるかというと、藤原獅子と書きました。ただ藤原獅子という名字が藤原で、名前が獅子というとか四子とかっていう人がいるわけではなくて、これは4人、藤丸、草崎、馬飼、丸という不死との息子たち4人をまとめて言うときに藤原獅子と言います。はい、で、まあ、ざっと言いましたけど、こちらから長男ですね、藤丸、草崎、うまかい、まあ、4人です。余裕がある人は覚えてみましょう。で、この4人っていうのは、ですね、不死とが政治をしてました。ちょっと見ましょうか。不死とがしました。次に長屋王がこうやってこう一番先頭に立って政治をしています。ですけど、不死との息子たちとしては、お父さんが政治したら長屋王を取っちゃったわけなので、やっぱ倒したいんです、ライバルです。で、それを倒そうと自殺にいろんな悪いことを疑いをかけたりして、自殺に追い込んだのが長屋王の変で、長屋王がここでいなくなるので、今度はライバルがいなくなったこの4人というのが政治の表に立ちます。で、結構好きな風にやっていくんですけど、その一つこれです。これが重要ですね。光明氏を聖武天皇の皇后にするっていうのは、光明氏大学、これですね、この人、この人、女の人です。ここに書いてませんけど、ここに当たる人です。この4兄弟の妹の光明氏です。その人を聖武天皇の皇后にする、天皇の正妻です、こういう、ね。なので、今いる、ここで政治をしている聖武天皇の奥さんにするんです。そうすると、ここに子供が、例えば男の子ができたりとかしたら、お父さんが天皇なんで、その子供も天皇になるってことは普通になれるじゃないですか。そうすると、子供が天皇になりました、そのお母さんが藤原氏ですよってなんです、まあ、もうちょっと後の時代で藤原の道長とか頼光とか摂関政治とか、あと外戚、これ書きましょうか。外戚天皇の親戚になりますよっていうふうにして、天皇との結びつきを途切れないようにし、政治の表にずっと立っているっていうことをするんですけど、それと似たような形で、初めてその、皇族以外から天皇の奥さんを迎える、皇后になることができたということです。で、ですけど、ここにあります。獅子全員伝心病で死去。はい、ここでですね、本当にもう疫病が流行ってしまって、なんと4人全員死去です、ね、せっかくあの政治を自分たちができるようになったところで4人とも亡くなってしまうわけです。さあ次は誰が政治をするのかですか。次は藤原じゃない、次は藤原じゃない人を次回奈良時代の4回目のところでお話をします。で、ここまでの流れをまた押さえておいてください。以上です。ありがとうございました。誰かいるよ。誰かって何でいるか。僕はパンダの日本酒で有名なパンダですよ。知らないの。君、人生損してるよ。なんだっけ。というわけで、オールズビーアンビシャス。
まずはチャンネル登録してね。よろしく。